新型ブニアウイルスというウイルスに感染し、中国で7人が死亡していることが分かりました。中国メディアによりますと、治安通商南京市に住む60代の女性は、40度の高熱が続いて咳とだるさもあったため病院に行ったところ、新型ブニアウイルスに感染したと診断されました。同じ病院では今年に入り、合わせて37人の感染が確認されているということです。 浙江症でも4月以降23人が感染してそのうち5人が死亡し浙江省では2人が死亡しています専門家は新型ブニアウイルスに感染した場合白血球の減少や体内の出血などが見られるとしています浙江省でマダニに噛まれることが原因の新型ブニアウイルスに一家4人が感染し2人が死亡したニュースもあります マダニに関してはまだまだ日本国民の知識の認識が甘いため今回はマダニ対策をまとめました国立感染症研究所がマダニ対策を詳しくまとめていましたので参考にして紹介させてもらいますマダニ対策今できること以下の1から5の流れで紹介していきます マダニ対策に関するお問い合わせは、国立感染症研究所、昆虫医科学部へお願いします。まず、マダニの生息場所について学んでいきましょう。マダニは、鹿やイノシシ、ノウサギなど、野生動物が出没する環境に多く生息しています。あと、マダニは、民家の、裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息しています。マダニから、 身を守る服装を紹介します。野外では腕、足、首など肌の露出を少なくしましょう。首にはタオルを巻くかハイネックのシャツを着用しましょう。シャツの袖口は軍手や手袋の中に入れましょう。シャツの裾はズボンの中に入れましょう。ハイキングなど山林に入る場合はズボンの裾に靴下をかぶせましょう。 農作業や草刈りなどではズボンの裾は長靴の中に入れましょうマダニから身を守る服装をした上でさらに身を守る方法をご紹介します作業に使用した作業着などは家の中に持ち込まないようにしてください屋外活動後はシャワーや入浴時にダニがついていないか確認してくださいダニが服についている場合はガムテープを使い取り除いてください マダニは10日間以上吸血します。吸血中のマダニを無理やり取り除こうとすると、マダニの後期が皮膚内に残り可能しますので、皮膚科等で適切な処置をしてもらってください。また、発熱等の症状が認められた場合は、医療機関で診察を受けてください。続いては、肥肥剤の効果についてです。マダニに対する肥肥剤は、現在は、 D と、イカリジンの2種類の有効成分のキ器剤が市販されています。キ器剤の使用で、マダニの付着数は減少しますが、完全に防げるわけではありません。あまり過信せず、服装など防護手段と組み合わせで対策してください。キ器剤の種類と特徴です。薬剤の特徴は、以下の通りです。D とは、注意事項と多いので、 用法などきちんと守りましょう興味がある方は一旦停止してご覧ください以下参考資料が3つ用意されていますので簡単にですが紹介します興味がある方は一旦停止して詳しくご覧ください日本に生息するマダニは47種類確認されていますまたマダニは多くの感染症の菌を媒介しています マダニ媒介 SFTS とはウイルスの潜伏期間は6日から2週間とされています SFTS 患者は5月から8月に多く発症しており西日本を中心に患者が発生していますマダニの生活はマダニは人以外にネズミシカイノシシなど吸血しています 春から秋にかけて活動が活発になりますので気をつけてください以上ですご視聴ありがとうございました最後ままでごご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いします